こんにちは。今回ご紹介するのはこちらの褒めると子供はダメになるという冊になります。こちらもなかなか衝撃的なタイトルかもしれませんが、内容は非常に参考にするところが、多かったです。で、じゃあ今のその褒めて育てる教育っていうものの弊害というものがいろいろ書かれているわけなんですが、例えばアメリカでのこの褒めて育てる教育と日本での褒めて育てる教育っていうものは、その背景からして家庭環境からして全く違うっていうことが書かれています。ですので、こう形だけ取り入れても、うまく機能しないんじゃないかということが、書かれていて、でその褒められて育った子どもっていうものは非常に傷つきやすく、人生のこの自分らしい人生に挑戦する力というものが足りないのではないかということが書かれていました。で、非常に納得いく内容も多いところだったんですが、この、ちょっとやや決めつける感が強い感じかなというところがありましたので、それをこう差し引いて読むという分には非常にいいのではないかなと思います。以上です。